行き過ぎた前科、単なる狂犬か。若き暴走者、富田長重の短き生涯に迫る。皆さん、こんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、若き暴走者、富田長重について紹介していこうと思います。戦国時代で魅力的なのは、完璧な武将よりも、どこかに欠点がある武将だったりしませんか？今回ご紹介する富田長重は、武勇は人並み以上ながら、それを暴走させるという、なんだかとんでもない匂いがプンプンする武将です。擁護はできませんが、その暴走ぶりはちょっと注目ですよ。では、富田長重の駆け足の生涯をお伝えしたいと思います。朝倉から織田へあっさり鞍替え。天文21年1551年に生まれた長重ですが、おそらく父の代から越前福井県の朝倉義景に仕えていたようです。朝倉義景っていまいちパッとしないし、最終的には決断力とかなくて滅ぼされるイメージが強いんですが、将軍になる前の足利義昭とかに頼られたりして、勢力的にはなかなかの時代もありました。この頃は織田信長にとっての対抗勢力だったんですよ。しかし元亀元年1570年、足利義昭を奉じてすでに京都に入っていた信長による上洛命令を義景がしかとしたことで、信長は越前に侵攻してきたんです。この時の戦では、当時20歳の長重は戦騎を率いて出陣しています。戦騎といえば結構な数ですから、彼自身もそれなりに認められた存在だったんでしょうね。ただ、形勢はやはり信長有利に傾いていきました。義景は浅井氏と結んで信長に対抗しようとしますが、姉川の戦い以降、どんどん押されていきます。この状況は若い長重にもよく分かっていたんでしょう。そして元亀3年1572年、信長が浅井氏を攻めている間に、長重は突如として織田方に寝返ったんですよ。そして羽柴秀吉の援軍として駆けつけるなど、朝倉？何それ？的な態度で世を渡っていくわけです。こうして浅井氏が滅び、天正元年1573年には朝倉義景も滅亡することとなりました。恩賞の格差に不満を抱く朝倉義景がいなくなったことで、越前の血を治める者がいなくなりました。そこで後任が信長によって選ばれたわけですが、その人物は長重よりもほんの少しだけ早く織田方に寝返った桂田長俊。改名前は前場義次だったんです。彼が任ぜられたのは越前の守護代、守護の代理、つまりは一国を任されているようなものでした。一方長重は越前府中の領主となったのみ。二人の恩賞には一国と一地方くらいの差がありましたから、長重からすれば、こんなちょっとの時間差でこんなに待遇が違うわけ？という不満を抱いたんですね。そんな長重の不満を察していたのか、桂田は桂田で、長重の領地多すぎじゃない？とか、長重を府中の領主にしていてもいいことなどありませんよ、などと信長に訴えていたんだそうです。今もありますよね、こういう足の引っ張り合い。そういうわけで長重はもはや殺意すら桂田に対して抱くようになります。両者の溝はやがて修復不可能なレベルに達してしまったのでした。打倒桂田とまでは良かったが、謎の暴走。長重は密かに反桂田の人々を仲間に引き入れ始めました。桂田自身あまり良い統治者ではなかったようで、彼の悪政に嫌気がさした民衆は多かったようなんです。そして長重はそうした人々を扇動し、一揆を起こさせたのでした。一揆は3万3000もの大軍となり、
長重はその総大将として桂田がいる本拠地一条谷へと攻め込みます。一条谷はかつての朝倉氏の本拠地でもあり、そこに桂田が大きな顔で居座っているのは長重としては我慢ならなかったんでしょうね。勢いに乗った一騎勢と長重はこの時失明しており、逃げることもできなかった桂田の命を奪います。ついでにその妻や母、嫡男まで命を奪ってしまいました。一応ここまでなら民衆のヒーロー的な感じでかっこいいですよね。しかし長重はここから謎の暴走を始めてしまいます。調子に乗ったのか、代官所を襲撃して代官たちを追放します。長重は彼らの命を奪おうとしたんですが、周りに止められたんだそうですよ。しかし代官たちは信長の家臣ですから、これで信長にも反逆することになるってことわからなかったんでしょうかね。分かってないからやったんでしょうけど。まだ続きます。長重は旧朝倉家臣、つまり元同僚の魚住景方とその次男を朝食の席に招き、命を奪ってしまったんです。翌日には魚住氏の居城を攻めて一族を滅ぼしてしまいました。ひどい。なんでこんなことをしたのか正直意味不明です。魚住は別に悪人でも何でもなかったわけですから。それは長重の周囲の人々も同様だったようで、旧朝倉家臣たちは彼から遠ざかり、一騎勢の心もこいつやばいかもと離れ始めてしまったのでした。土一騎が一向一騎に移行ってどういうこと？民衆の心が離れ始めたことを悟った長重は慌てて彼らを懐柔する策などを講じましたが、不発に終わりました。そりゃそうですよね。今までを見ていたって彼はもっぱら戦で活躍するのがメインの人物だったんですから。周りに頭の切れそうな部下もいなかったようですし、そして真偽はともかく、長重が弟を信長に人質に差し出し越前の守護として認めてもらおうとしているなんて話も広まったんです。そもそも一騎勢は織田方となった桂田の圧政に対して立ち上がったわけで、信長に頭を下げようとしているらしい長重は裏切り者に等しいということになるわけですよ。そのため一騎側は長重と関係を断絶してしまいました。代わりに彼らが指導者として迎えたのは加賀石川県の七里義親でした。実は彼、当時信長としのぎを削っていた本願寺のすごいお坊さん賢女に見込まれて一向一揆の指導者となった人物なんです。彼が越前にやってきたことで単なる民衆の一揆、この場合は土一揆が一向一揆となったのでした。さて一向一揆なんですが、これは当時石山本願寺大阪府を本拠地として戦国大名クラスの勢力を持っていた浄土真宗本願寺派による支配権力に対する一揆でした。信長が天下統一へ邁進する上で最大の障壁となったのが本願寺の全盛時代を築いた賢女だったんですね。何せあの信長を約10年も苦しめたくらいですから、その強さは察することができるかと思います。加賀や越前、長島、三重県桑名市で起きた一向一揆は信長が全軍を投入するほど大規模だったんですよ。まさかの展開、味方に命を奪われると。まあこんな風に一向一揆が長重に向かってきたわけですが、その数が半端ありません。14万ですよ。越前の各地で反長重の挙兵が相次ぎ、こんなことになってしまったんです。この大軍に包囲されたら本来ならひとたまりもないんですが、そこは長重、なんと700人余りで包囲網を突破し逃げおおせたんです。こういうところはやっぱり武将としての才能があるんだなと思いますよね。体制を立て直すため長重は多くの褒章をちらつかせて豪族などを懐柔したり、一向宗と対立する別の宗派を引き入れたりして
一度は七里率いる一向一揆勢を蹴散らしたんです。兵を率いればやっぱり彼は強いんですよね。ただ案の定と言いますか、彼はどうも勝つと暴走する癖があるようで、一揆勢との戦いで暴漢に徹し加勢もしてこなかった旧朝倉家臣たちの陣に突撃したんです。この時の勢いも尋常でなく、このままでいけば相手を壊滅させようかというところだったのですが、彼は失念していました。元気なのは自分だけで、兵たちはすでに一揆勢との戦いで疲労困憊し戦いにあぐんでいたことを、突撃命令を下し敵陣に突っ込もうとする彼の背に、それに続くはずの一人の兵が銃を向けました。次の瞬間、放たれた銃弾は長茂を貫き、彼は落馬し地面に倒れ伏しました。享年24。戦場で暴れまくった若き猛将の最後にしてはとてもあっけないものでした。まとめ1。朝倉家臣だったが織田信長に鞍替えした。2。恩賞の差に不満を抱き桂田長利に殺意を抱く。3。桂田を討ち一揆の総大将となるが暴走し人心を失う。4。長茂を見捨てた一揆が一向一揆にパワーアップし彼を狙った。5。猛攻を見せ一時は形勢逆転するも味方に命を奪われた。戦に送り出しておけばいつも相当の働きをした人物でした。だからこそ年を重ねていろいろな経験を積めばもうちょっといい武将になったような気もするんですよね。なんだかもったいないと思ってしまいました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。